ジャングラールの会は1867年のパリ、万国博覧会が終わった後、フランスに作られた美術家、日本美術愛好家によって作られた新木団体である、ジャポニスムの普及に貢献した。会の名前は日本の酒の銘柄名から命名された。毎月9人の会員がセーブルに集まり、日本の着物を着て日本食を箸で食べ日本酒を飲む夕食会を開いた。 会員には、版画家で、陶芸家のフェリックス・ブラックモンがいて、ブラックモンはこの会で知り合った、美術賞、デザイナーのフランソワウ・ジェーヌ・ルソーと日本の衣装の、ガラス機、陶器を制作することになった。メンバーには、陶芸家のマルク・ルイ・ソロン、版画家のジュール・ジャック・マール、同じボア・ボードランの画塾で学んだ画家の、アンリ・ハンタラ・トゥール、カロリュス・デュラン、アルフォンス・イルシュ、画家、 美術評論家のザカリー・アストリュクや、ジャポーニスムという言葉を評論で初めて使った、フィリップ・ビュルティラがいた。最初の夕食会で、アストリュクは、サルー、ビンデ・ミステリーというソネットを作り、ソロンは水彩版画の会員賞を配った。ありがとうございます。